こんにちは、渋谷で美容師をしております内山ひかるです。今回は今大人気の中国風くびれ巻きワンホン巻きを超簡単にアレンジしていきたいと思います。ぜひこの機会にマスターして試してみてください。それでは早速やっていきましょう。まずドライヤーを使って前髪を整えていきます。ドライヤーで前髪を立ち上げるとアイロンを使った時に顔周りの毛流れが再現できてとってもやりやすいので、まずはドライヤーでここの黒目の上を当ててあげてふんわりとした土台を作ってあげるとセットがしやすいです。後ろの髪も風を下向きに当てて土台を作ってあげるとアイロンをした時に熱が均一に伝わって巻きやすくなるのでおすすめです。アイロンを当てるポイントは前に前に引っ張ってあげるような感じでドライヤーを当ててあげると髪の毛が整って巻きやすいので、そちらも試してみていただけると巻きがやりやすくなります。私が使用したのはこのキヌージョのドライヤーで、風量調整ボタンを1回押していただくと風量が少し弱まって温度が少し高くなります。そうすると細かい前髪のふんわりを作るポイントだったりとか、髪の毛をまっすぐ整えたり寝癖を直すのにすごく最適なので、一つ風量を落として使ってみてください。それでは早速巻いていきます。髪の毛をまず半分に分けていただいて、上と下も半分に分けていただきます。この時にこういったピンを使っていただくとやりやすいので、上と下を分けて巻いていくとおすすめです。髪の毛は一度粗めのこういったコームで溶かしてから巻いていただくとツヤが出てより中国美人な巻き髪ができるのでおすすめです。使うのはキヌージョの 32mm を使ってまいります。温度は160度がおすすめです。下の毛束もだいたい2つから3つに分けて巻いていただくと巻きやすいので、縦にも2つから3つで分けてから巻いてあげてください。挟む側を髪の外側に向けていただいて、少し前にするような感じ、自分より前にするような感じで巻いていきます。で、一度巻いたところを戻っていただいて、この間のところを通るような感じで毛先まで巻いていきます。巻いたところを上に持ち上げていただいて 1,2,3 秒ぐらい冷ましてあげてから下ろしていただくと大きいカール感になってよりゴージャスな感じが出るのでおすすめです。巻き終えたらこのまま反対側に行きます。利き手側がやりにくいっていうお声を結構いただくので、右側利き手側をやっていきます。挟む側を髪の外側になるように挟んでいきます。引き手側じゃない側の手で毛先を持ってあげて、この間からコテを入れてあげます。間からアイロンを入れることによって左右対称に巻くことができるので、こっちもしっかり少し前に持ってくるようなイメージで、あまり細めの束で巻きすぎてしまうとそれも逆にワンホンといったイメージからかけ離れてしまうので、細かめで巻くっていうよりかは大きい緩いウェーブを作るようなイメージでカールをつけてあげるとおすすめです。顔周りを巻いていくんですけど、顔周りは別で取っていただいて、また挟む側がこの鏡側に来るように挟んでいただいて、45度ぐらいで自分の前に来るような感じでこう前にやってあげるとこめかみが隠れてくれるので、これも小顔効果になって一番のポイントなので、ここはしっかり45度で巻いてあげてください。で、こっち側もさっきと同様にアイロンを通していきます。トップのところにボリュームをアイロンを使って出していきます。1センチから 1.5 センチぐらい厚めに表面を取っていただいて、アイロンを使って倒した側にアイロンを置くようなイメージ でここは挟まずにアイロンの熱だけを使ってやっていただくのがおすすめです。こういった感じで根元がよりふんわりするので、ここのこめかみの部分も再度取っていただいて、この中側を取ります。ここは皮膚と髪の距離が近いので火傷にとにかく注意していただいて、ここにもボリュームを出してあげます。
最初に使ったこういった粗めのコームでほぐしていきます。粗めのコームでほぐしてあげた後にオイルを1プシほど使っていきます。あんまりオイルはつけすぎないのがおすすめで、内側から手串を通すような感じでまた入れていきます。この時に顔周りもここをかき上げるような感じでつけていきます。両手で挟むような感じで髪によりツヤを出してあげると、より中国美人のようなツヤが出るのでおすすめです。最後にもちょっと粗めのコームで溶かしてあげるとより一体感が出るので、こういった感じで仕上げてあげると中国美人のような髪ができるので、少しのポイントが大事になってくるので、ぜひ試してみていただけたら嬉しいです。はい、ということでいかがだったでしょうか。左右の対称にしたいというお声が結構多いんですけど、確かにポイントも多くて最初は難しいと思います。コツをつかんでいただくと皆さんも簡単に左右対称にワンホン美人な巻き髪ができると思いますので、ぜひ試してみていただけたら嬉しいです。ということで今回は渋谷で美容師をしている内山ひかるが解説させていただきました。こちらに私のインスタのアカウントも載せさせていただいておりますので、ぜひチェックしてみていただけたら嬉しいです。またこの絹女チャンネルではヘアケアやヘアアレンジ、髪の毛のハウツーなどをご紹介していますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもしていただけたら嬉しいです。またその他の絹女公式 SNS も載せておりますので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。